カモンマテリアル、マテリアルの坂上です。カムイフーラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、今日ですね、4月27日ついに末に突入しました。はい、はい、もう次は2月になります。はい。はい、さあ1月27日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、今日は国旗制定記念日です。はい、1870年明治3年の1月27日、明治政府が日の丸を国旗とする太政官府国の昇仙規則により国旗のデザインと、規定を示しました、はいはい、日本の国旗は徳川幕府が日本総船印として定めた、白地に日の丸を踏襲した、昇仙国旗として定められていました。規則ができるまでには船によりそれぞれ異なるデザインの旗が掲げられていました、後に陸軍海軍の、旗もね別々に定められていましたが廃止され、当時の規定は縦横の比率が7対10、日の丸が旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の1ずれた位置とされていたそうです。なんかすごい細かいね。規定があった。いやでもこれはねすごい大事なことで、その今でもそうなんやけど、その、自分の船がどこの国の船籍ですっていうのを示すのに旗は必ず掲げないといけない。例えばよくあるのがほら何あそこ中東の方に、その船便で行くわけですよね、で当然石油のタンカーとかがこうね来るわけでしょ。船自体は実は、もう操ってる人も全員外国やし船も外国のもんやねんけど、日本のお金で動かしてる、あるいは日本が買ってる船とかっていうことやったら、日の丸を掲げないといけない。だからどこの国の船ですっていうことをちゃんと掲げて、海を航行しないとダメっていう国際法ルールがあるのよ。だから要は、明治政府もそれをちゃんと踏襲しないといけないっていうことで統一した。だから統一しないとね、お前ほんまに日本かみたいな話になるわけでしょ。だから統一するという話で、日の丸になったと、そういうことですよ、ね、はい、はいはい、そしてもう一つ、求婚の日、求める婚、ね、1883年明治16年のチューリップの求婚だった、ね、求める婚、はいはい、1883年の明治19、はい、明治16年の1月27日、はいはい、日本で新聞に求婚広告の第1号が掲載されました、はい、伊勢新聞および三重日報にて、はい、中尾勝次郎という人がすごいな、名前が残ってるさらされんのねこれね先ほど女房を離縁して不従勝るゆえ、貧富に論せず19歳以上25歳以上にて嫁に習うと思う者は紹介あれという求婚の広告を出したそうです結果ね、近くに住む19歳の女性が応募しめでたく結婚したというこの当時は新聞が出始めた頃で、この求婚広告のようにユニークな広告が掲載されていたそうです、まあだから言ったら今でいう掲示板みたいな感じよね。どっちかっていうとね、だから掲示板とか SNS みたいなノリですよね、多分ね。でもなんか嫁恋みたいないやいや、だから Facebook で俺ちょっと寂しいから誰かちょっと嫁来てくれへんって書いてるみたいなノリでしょ多分これ、ノリ的にはまあお金めっちゃかかってるけど、ね、で多分当時のね広告なんかもっとお金かかってるし、でね、そんな新聞に広告出せるぐらいお金持ちなんだったらっていうのはあるだろうし、そうですよね。で19歳ですよね、19歳の人が応募してみてたで、多分当時で言うと結婚的に齢期っていうか、で多分15歳とか16歳とか、だから19歳でちょっともう20歳になりかけてるから、ちょっと行き遅れそうな感じなんですよね、多分ね。よっしゃ思ったでしょうね、多分そうでしょうねうわ金持ちラッキーみたいな。いや勝次郎さんは何歳やったんですかね、多分年やったんちゃう、
うん、でも25歳までってなちょっと贅沢なまあまあまあ当時はそれが通ってたんでしょうね。もう今ではそう離縁したから、ね、そう、うん、女房働いたわけじゃない。そうそうそう離縁して、離縁してるから。そうそう出ていけっつって。離縁してだから自分が不自由やから。そうそうそう。そうでいやだからそうですよね。その時代に離縁ってなかなか。いやっていうかすごいのがさ、うん、あの要は生活するのに身の回りのことやってくれる人がおらんようになったから、うん、ってもうほとんど家政婦の募集と一緒やんか。ね、そうですよね。お不自由勝るのでってすごいいいよね。うんうんまあ、今の感覚で言ったらもう完全にアウトな、うん、内容の記事だとは思いますけど、当時はそういう時代だったという ね、すごい。まああのねちょっと前ほらなんていうのあの丸ビルの文字盤のところになんか、うん、誰々さん愛してますとか結婚してくださいとか、うん、プロポーズとかね、プロポーズとかね、うん、あのサプライズとかでやったりとかするのとは全然ちょっとレベルが違う、違う、うん、すごいなんか牧歌的なすごいいい時代だったんだなって感じですね。はい、以上です。はい、はい、ということでですね、このプレゼンありかなしかなんですが、今日はですね映画、光るクジラという映画の監督ですねにインタビューしてきました。はい、あの来ましたというかあの、リモートでねインタビューさせていただいたんですけど、あの SF ファンタジーですね。はい、といって別にあのなんか宇宙船が出てくるとかそういうんじゃなくて、うん、あの本当に日常の中にあるちょっとなんかほらなんていうの、 あれこの街初めて来たはずなのなんか来たことあるような気がするみたいなとか、いつも見てる見慣れてる街のはずなんかちょっと今日違和感感じるなとか、うん、なんかそんなことを思う時ってあったりするじゃないですか。でそういうその日常に潜むなんか違和感みたいなのを異界と呼んでみたり、うん、パラレルワールドみたいな形で描いてる作品で、まあ実際パラレルワールドに行く話になってるんですよ、うん、でこのねパラレルワールドに行く時の生き方がちょっと面白いです、うん、生き方がちょっと面白い、まあ、中で出てくるんで、話は聞いていただければいいかなと思うんですけど、まずは、予告編とインタビューをご覧いただきたいと思います。はい、このプレゼンありかなしかスタート。じゃあ明るは何が好きなの？クジラ。クジラ？なんでクジラ？光るから。光るクジラなんているの？いるよ。おいで。見たくないや。大丈夫だから。大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫じゃない。おお、ちょっと。光る。よく来たよね。サンデーさん。美味しい。まあこことはルールが違うわけ。ここは向こうよりずっといい世界なんだよ。お母さんに会いたいな。自由に読んでもらいたくて書いたんだよね。光る。ありがとう。おう。どこに？パラレルワールドだよ。行ってくるね。行ってらっしゃい。なおこちゃん、友達。よし、どうも。それでは今日ですね、映画光るクジラの、森田博之監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。光るクジラ監督の森田と申します。よろしくお願いいたします。はい、それではまずですね、監督からこの作品について、どういう作品なのかご説明をお願いいたします。はい、この映画はですね、23歳の女性が、主人公なんですけども、彼女の単なじみの小説家のハカルという、彼がちょっとこの世界からいなくなっちゃうんですけども、
彼が書いた光るクジラという小説に書いてあった通りの方法を使って彼がいる世界に行くという物語になってまして、まあ、それがあの彼がいるところっていうのがなんかちょっとこことは全く違う異世界でパラレルワールド、まあ、ちょっと大きい月が浮かんでたりとか、まあ、そういう世界に行って彼と再会するっていうようなお話になっております。はい、そうなんですよね。よくあると思うんですけど、なんかこの街って来たことなかったっけっていうなんかデジャブみたいなのとか、あれ今日ってなんかやたら月が大きく見えるよねとか、なんかいつもと同じ風景のはずなのになんかちょっと違う部分を感じたりとかするっていうなんか違和感みたいなのっていうのを多分感じたことがある人って世の中にたくさんいると思うんですけど、はい、でもこの作品ってそういうのがすごく詰め込まれていて、本当に月の大きさ一つとってもそうだったりするんですけど、はい、いろんなそういう異界的なものを感じるギミックがすんごいたくさん含まれてるんですけど、で特にまあそうですね、面白いなと思ったのはそうどうやってパラレルワールドに行くのかというそのやり方っていうのも、はい、ちょっと特殊だったりとかするんですよ、はい、まあ、この話はちょっと後に置いといて、はい、この今回のこの光るクジラの、ストーリーお話をこう、思いつかれたのはどういうところから、思いつかれた感じなんでしょうか。今回の話っていうのは僕の前作のラストラブレターっていうこれも SF の物語だったんですけども、それが若い夫婦 の, このお別れするというようなお話になってまして、まあ、夫婦の片割れがヒューマノイドになって帰ってきて、それから1週間だけ過ごしてお別れするっていうようなお話なんですけども、まあ、そこで描いてたのが人と人との別れを描いていて、ただ残された人の人生はまあその後もずっと続いていくっていうのをこの制作した後にすごい思うことがありまして、まあ、新作ではその人残された人の人生、大切な人がいなくなっちゃった後もその人の残された人生は続いていくっていうことを描きたくて、今回こういう脚本を描くきっかけになりましたね。そうなんですよね。だからこの主人公の伊藤ちゃん、志村伊藤ちゃんというね、はい、関口亜さんがされている、はい、主人公なんですけども、彼女も幼い頃に家族旅行に出かけようと車で家族で行ってたら事故に遭って、お父さんお母さんだけ亡くなって、伊藤ちゃんとお姉ちゃんのお二人は残されるというお話なんですよ、はい、でその残された二人がその後どうなってるのかというところから始まるというのがこの話になってるんですけど、はい、その家族旅行にちょうどね出かける前に、幼馴染3人で、まあ光るクジラを描いたはかるくんともう一人のね、3人で、まあ、ちょっとだけ出会うところがあるんですけれども、はい、でその彼が、小説を書いた後ちょっと連絡が取れなくなっていて、はい、もう彼に会いに行くっていうところからこの話がね始まっていくという形にはなるんですけども、はい、そうなんですよね。でこれがですね、この会いに行く方法というのが都営アパートですかね、アパートというか、はい、その団地の、はい、なんとそのエレベーターを使って会いに行くんですよね。はい、そうです ね。このエレベーター、まあこれもよくあるんですよ。だから昔からそのいろんなお話に出てくるじゃないですか。はいはい、4階と9階がないのに、9階で泊まったらなんか女の人の声が聞こえたとか、なんかそういう、はいはいはい、都市伝説的なのってすごいたくさんあると思うんですけど、はい、このエレベーターの着想っていうのはあれなんですか、そのどっかからか拾ってきあったんですか。そうですね、これも僕が知ったのは本当10年ぐらい前だと思うんですけど、はい、その2チャンネルっていうあの掲示板に載ってて、うんうん、そのオカルトの、うん、オカルトってちょっと怖い話を集めたところがあるんですけど、その中の一つの、まあ、ネタというか小話みたいなので、うん、その異世界に行っちゃう方法みたいな、すごい高層のな十何階っていうエレベーターをこう、はいはいはい、登ったり降りたり、うんうん、上がったらそこで降りないで下に行って、うん、また行って上がってみたいな、これをなんか繰り返すと、はい、なんかこの女の人が変な女の人に会っちゃうとか、どっか、はいはいはい、なんか異世界に行っちゃうみたいなネタがあって、はい、もうそれをずっと覚えてて、いつか映画に使いたいなと思って今回使いました。多分その割といろんなところで聞く話なのか都市伝説として広まってるのかっていう感じで、うん、はい、僕も今までアニメでなんか本当に異世界に行ってなんか
あの冒険じゃないけど、はい、いろいろと冒険的なことをやるみたいな、お話を見たこともあるんですけど、その、はい、エレベーターでね、あの、はい、上がってをしたらっていうのは見たことがあるんですけど、なんか海外の監督が映画化したやつでもなんかそういうのがあるとかないとかっていう話もちらちらありますが、はい、まあでもこれってギミックというか一つのね入り口としての装置なので、まあ、それがね、はい、あのメインのお話ではなくて、このメインのお話ってやっぱりその糸ちゃんっていうその傷を負った女性が徐々にその自分を取り戻していく話なのかなっていう気はしてるんですけど、はい、監督としてはその辺どういう感じで考えて作ってらっしゃるというか。23歳っていう年齢が人が社会に出る初めて の, その新しい世界に行くっていう年齢だと思うんですけども、はい、その僕もやっぱその社会人になる時にいろいろこうすごい新しい世界に社会に出るっていうような、それまた一つ異世界っていうか全く知らない世界に生きてるっていうのがあって、それで今回23歳っていう設定にしたんですけども、で今のその2023年24年に生きてるその24歳23歳の感じ、それをすごく描きたいなっていうのがあって、なるほどなるほど、異世界行ってほら出会うっていうのがもうまさにほら社会に出て、はい、いろんな人と出会うっていうものにまあ近い話なのかなと思うんですよね、はい、あの見える景色って違いますからね、今までその学生としてなんとなく行動してたのが、着る服一つとっても、まあ、例えばどっかの会社に入社すればあのスーツを着て行ってたりとか行ってなかったりとか制服だったりとかなかったりとかっていろいろすると思うんで、はい、まあそれだけでも全然世界で違って見えるとは思うんですよね。結構これは SF でパラレルワールドとは言ってるんですけど、うん、実はこの日常の中にこう、うん、知らない世界っていうか全く初めての世界っていうのはいろいろこうあるなっていうのが、うん、今回あの、まあ、上映していろいろこう感想でも言ってるんですけども、意外と日常の中でこう暮らしている中で全く違う知らない世界っていうか、うん、そういうのは実際あって、うん、そういうとこで暮らしていくというか、こうでも暮らしていかなきゃいけないし、そこでどういうふうにこう人は生きていかなきゃいけないのかっていうのはすごくあるなと思って、うん、はい、まあ、そういうところでこう意図がこう全く知らない世界に行って、うんうんうん、その人とやり取りして、じゃあ自分は実はこういうことがやりたかったんだみたいなことを発見していくっていうような物語にしたいなとは思って、うん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 、なるほど、もう まさにそんな風な物語になってるんじゃないかなと思うんです、はい、僕でもこの話の中でクライマックスのところで実はその糸ちゃんが、お姉ちゃんと2人でね歌を歌うんですけど、はい、まあ、2人というか、はい、彼女が歌を歌ってお姉ちゃんが伴奏する、はい、これあれですよね、同録、まあ、同時録音で、そうですね、現場の音そのまま使ってるんですね、はい、だから現場 です、ね、あの関口さんが、まあ、糸ちゃんが歌ってきて、はい、隣で中上さんが伴奏してるっていう、はい、もうまさにワンテイクというか本当にワンカットで撮った、ね、はい、映像ですね、はい、そうなんですよね。だから僕結構ねその緊張感とかがすごい絵に出てると思うんでそうですね、あそこは本当に、うん、はい、あのもちろん物語としての見せ場だし、その、はい、あの歌のね歌詞も実はすごいこう物語とリンクしている歌詞になっているので、はい、聞くだけで十分価値のあるシーンだと思うので、まあ、そのシーンも僕は観客の皆さんにはしっかりと見ていただきたいなと思いますし、本筋で言うと、まあ、これはもうあくまでも糸ちゃんの物語なので、はい、この糸ちゃんがね最初に出てきたところから、最終ラストに行くまでのところでどんな風にこう変わっていくのかっていうところはね、はい、しっかり見ていっていただきたいなというふうには思うんですが、うん、です、はい、もう時間が相当過ぎてますので、はい、いえいえいえと思います、そろそろですね、監督が、はい、見てらっしゃる方に、一言メッセージをお願いいたします。はい、1月20日から大阪のシアターセブン、1月26日から京都のアップリンク京都で上映が始まります。いろいろ 見たい欲しいところあるんですけども、本当に関口さんの歌が本当に素晴らしいので、ここだけでもあの一見の価値があると思っております。あと SF とかファンタジー好きな人ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね映画光るクジラの、森田裕之監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、という感じで、まああのそうですね、だからファンタジーとか、うん、なんかそういうその構えのところの話がちょっとメインになっちゃったんですけど、まあ実際はその主人公の、まあ、関口碧さんっていうあの女優さんが、されてる志村糸、ちゃんっていうね主人公なんですけど、彼女が、まあ本当はお父さんお母さんに会いたいんだけど、お姉ちゃんはもう早くそのお父さんお母さんのことを忘れたい、あんまりそこを見たくないみたいなのがすごく強くて、でそこで反発するところから、いなくなった彼氏にもう一回会いたいなっていうところになって、行っていろんな人と出会いながら、最終的に、お姉ちゃんとあの和解していく流れになっていくんですけどね。あのだから一編の中でお話の中で、この糸ちゃんの成長物語にしっかりなってる、とは思うんですけども、まあ、そういうところがそのギミックとしてのパラレルワールドとか、そういうそのエレベーターで行ったり来たりするとか、もしくは光るクジラがね、ほんまにクジラ光ってますでめっちゃ月でかいとかね、いろいろ出てくるんですけど、はい、まあ、そういうのも、ありながら、まあ、彼女がどう変わっていくかっていうところが、まあ、メインのお話にはなってるかなと思いますね。はい、ということで、丸か×かよろしくお願いいたします。はい、大丈夫、起きてた、うんだそうです。はい、いきます。はい、このプレゼンありかなしか判定。ね、これ、ね、俺あえてカットしてんけど、うん、長くなりすぎたからカットしてんけど、あの実は予告編の中でもちらっと JK 出てきたのがある、女子高生が一人、うんうん、女の子が、あの子が実はキーパーソンなの、すごいキーパーソンなんです。で、あるシーンで最後の方のクライマックスに近い方のあるシーンで、うん、この子がね、あのより名になってみたいな、なんかそういうあのシーンがあるんですよ、うん、でめちゃめちゃ黒目でかいのね、うん、でこれってなんか足してるとか、うん、あのもしくはカラコンかなんかで、うんうんうん、あの大きくしてんのかなって思って監督に聞いたら、いやあれもともと黒目でかいですって、うん、めっちゃ黒目でかいの、うんうんうん、あのえ、いやそれサイズがちっちゃいから黒目がでかく見えるのか、なんやろうっていうぐらい、あのびっくりするぐらい画面の中でも黒目が大きく見えるんですよね。はい、まあ、ちょっとなんでそうなってんのかよくわかんないんですけど、とりあえずそのシーンはクライマックスにつながるものすごく重要なシーンになってるんで、ぜひそのシーンが出てくるのを待っていただければなと思うんですけど、はい、あれでもびっくりすると思うなと、はい、はい、はい、ということで、光るクジラ、でございました。はい、これねもうね、あの、シアターセブンでは上映始まってる、もう、20日から上映やってまして、うん、でアップリンク京都では昨日からね、上映してますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、光るクジラでした。ありがとうございました。はい、それでは次、あゆみ。はい、情報です。はい、28日が、最新作上野隆二監督のダブルレインボーが一般の方もご入場できる機会があります。はいはいはい、明日ですね。明日です、はいはい、13時30分から上映開始となっておりますので、ぜひぜひご興味ある方お越しくださいませ。料金は1500円プラスワンオーダー制となっておりますのでお願いいたします。はい、そして、29と31日ショートムービータイムございます。はい、25分から45分の短い作品を気軽にドリンクを飲みながら楽しんでいただく時間、ショートムービータイム、ぜひお越しくださいませ。29日が、いきますね、日向清監督のトモル、はい、そして、難波望監督のおとぎねま、大橋貴之監督の押し入れ女の幸福が、3回ございます。18時30分、19時30分、20時30分、それぞれ1時間
枠で、はい、やっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。料金の方が1000円プラスワンオーダーとなっておりますので、皆様お気軽に短い短編をお楽しみください。そして2月に入りまして、マンスリーだけご紹介させていただきます。こちらですね、ライフワークオブアキラ黒沢、川村光彦監督のドキュメンタリー映画です。はい、黒沢明監督のランを取材したドキュメンタリー映画となっておりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、毎月、第2水曜日の19時30分から上映開始しております。料金は1500円プラスワンオーダーとなっておりますので、ぜひお越しくださいませ。はい、そしてもう一つのマンスリーが寛夫高弘監督のカバです。毎月第4金曜日上映しております。19時30分から料金が1500円プラスワンオーダーとなっておりますので、こちらの方もまた見てないよって方はぜひお越しくださいませ。お待ちしております。はい、以上です。はい、はいはい、じゃあ行きますよ。はい、今日のグッチョイ。はい、野本梢監督の初めての海と私は渦の底からの2本をグッチョイしたいと思います。はいはいはい、まずは私は渦の底からですね。こちらね、レズビアンの女性の、葛藤と奮闘を綴った短編映画となっております。はい、自分がレズビアンであることに悲観的な紀子は、大好きな親友への思いを断ち切って地元に帰ることに。しかし別れを告げに行った際に友人から恋人を紹介され、その恋人に挑発されたことで親友への思いを 再現させていく。女性同士のね、なんかこう、歪んだじゃないけどね、そうですね。だからまあ要はその好きとかっていう気持ちがね、そのまあ男の人相手なんか女の人相手なんかっていう、そこはもう純粋なところだと思うんですけど、その純粋なところに何か敵外心みたいな、何かライバル心みたいなのがこう出てきてしまうから、何かおかしな方向に転んじゃうみたいなね、そういうことですよね。だからその恋心を打ち明けられないっていうもどかしさもあったりとかするから、余計にそこに恋人が出てきたってなると、あってなっちゃってみたいなになってるんだなって。なるほど、ね、まあね、分かりますよね、そういうのもね、ありますよね、それって。そしてもう一つの初めての海ですね、はい、これは、学生の学校のお話になるんですけど、あいつは自分が上位だと思い込んでいる、無意識なランク付けに翻弄される生徒たち、女子高生の、女子高生の学校であるね。え、だからよくほらスクールカーストじゃないですけど、その要は、可愛い子とか、なんかお金持ちの子とか、こうあったりとかしてて、でこの人が頂点でとか、底辺ってみたいな、底辺みたいな言葉って結構ね、使われてるよね、勝手にね、勝手にこうランク付けをして、自分より下のやのにっていうとか、この人は上やから仲良くしとこうとか、ね、優遇しとこうとかっていう、だ女の子って結構その学校とかではありましたね。なるほど、だからそれがもうめちゃめちゃこう何リアルに再現されている作品やなと思ってて、まあ、野本監督前来られた時にもこの作品を流してて、登壇された時にもお話しさせてもらった時に、なんかめっちゃわかりますって言って、これわかるんですかって言われてちょっとそれなんかまずくないですみたいな分かる、だからこういう経験っていうか、こういうあったなっていうので、すごくリアルやなっていうのが、なるほど、ね、まあ、女子校にはありがちというか、でも女子校でなくても男子の中にもなんかないですからね、そういうのはね、あるとは思いますよ。なんかあるある、野本監督はそのあるあるをすごくついてくる。あ、そう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 、その人間の汚い部分とか、いいところ悪いところ全部さらけ出してる作品が多いので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。だいたいそういうのってなんかご自身が経験されたことを形にした春場が多いので、その辺突っ込んで聞くことなかなか面白いですよね。面白いですね、はいはい、うん、
はい、ぜひぜひ見に来てほしいなと思います、はい、初めての海が13分、うん、私はウズの底からも30分なので、うん、23分なんで、あ、43分なんで、もう本当に気軽にね、うん、サクッと見ていただけるお時間になりますね、13分でそれ描いてるんだ、はい、すごいな、相変わらずすごいな、うん、ぜひぜひ皆さんもお越しくださいませ。はい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 、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、はい、エンディングでございますけれども、1月終わりますよ、もう、ね、もうですよね、27日もう終わっちゃいますよ、はい、すごいね、はい、はい、で、だんだんカウントダウンがね、もう始まってるんですが、はい、今月終わりましたんで、来月、そして再来月、まああと2ヶ月ですね、はい、はい、なんですけども、いろいろ企画してますから、はい、楽しみにしておいていただければなと思いますね、はい、まあ、この番組基本的には、まあ、このマテリアルっていうね、場所がどういうふうに使えたら面白いんじゃないかとかっていうのがプレゼンされていったらいいなとかっていうのが最初のきっかけで始まってる番組だったりとかするので、まあ、またそういうね、こういう使い方もあんねやみたいな、スペシャル番組みたいなのができたらいいなと思ってるので、楽しみにしといていただければと思います。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。